シバオ国際空港は、ドミニカ共和国のサンティアゴデロス・カバリエロスにある国際空港。サンティアゴ中心部からは南東に15キロメートルほど離れている。2002年3月18日に開港。開港当時は、アメリカン・イーグル航空が運航するサンフアンとの瓶ロミの就航だった。2002年5月に、アエロマールドミニカ航空がニューヨーク、 ジョン F ケネディ国際空港との直行便の運航を始めるとアメリカン航空とノースアメリカン航空がニューヨーク、マイアミ、サンフアンへの直行便の運航を開始。数ヶ月後、コンチネンタル航空もニューアークからの直行便を就航させた。これに続いてジェットブルー航空とデルタ航空もニューヨークとの便を就航させた。 アエロマールドミニカ航空はラスアメリカス国際空港に加えてシバオ国際空港をハブ空港とした。2008年4月、自家用機の着陸量を中期量の免除を国内で初めて開始。2009年1月9日、スピリット航空は2009年6月21日からフロリダ州フォートローダーデールとの便を就航させると発表した。2010年に 乗客数が90万人を超え、国内で3番目に混雑する空港となった。同年、ロリニアスマッシュ、エアーセンチュリー、ボリュームエア、キャラベアオールがこの空港を拠点として、国内線の運航を始めたが、翌年運航を終了させている。2013年4月1日、アメリカン航空は、ニューヨークとの直行便の運航を終了させた。現在、ゲート、 保安検査場の拡張や誘導路、滑走路の増設が計画されている。空港の地図駐車場出口国際線ターミナルは B1 から B までの6つの搭乗口を持つ。B3 以外の搭乗口はボーディングブリッジが設置されており、B3 は主に小型旅客機に使用される。ジェットブルー航空の便が多く就航している。国内線ターミナルは A1 から A3 までの3つの搭乗口を持つ。かつては国内線の運行で使用されていたが、現在はプライベートジェットやチャーター機などで使用されている。かつてドミニカ共和国海軍の基地として使用されていたが、主に広報支援のための施設であった。現在は使われていない。滑走路に向かうコンチネンタル航空の B777 から200。 ER 陸中のジェットブルー航空の A320。ありがとうございます。